PAC が提供する2つのコーチングについて説明していきます。実力発揮コーチングと成長加速コーチングです。本来持っているポテンシャル、なかなかこれが全部発揮できることって少なくないですか？このギャップですよね。赤い線と青い普段のパフォーマンスのギャップ、そして山があったり谷があったりすると思うんですけど、一体間に何があるのか。怪我をしている、過度なプレッシャーがかかっている、チームメイトとか監督とのね、こう仲違いがある、将来の不安がある、契約の不安がある、こういったことが集中を妨げて結果として思った通りのプレーができない、こんなことってないでしょうか。この赤線と青線の間の隙間を埋めるのが実力発揮コーチ。どうやってやるの？これはですね、対立、悩み、こういったものを解消する思考プロセスがあります。これを使っていきます。そしてもう一つ、多くの皆さんは時間といっても1シーズンであったり1年であったりという区切りの中で皆さん活動していると思います。その中で競技能力を自分のライバルと比べていかに早く成長するか、これって大事じゃないでしょうか。このみんな普段のトレーニングによってちょっとずつは成長していると思うんですけども、この成長をいかに早めていくか、青い線を赤い線に持っていくかという、この差の部分をどん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 広げていくのが成長加速コーチです。これも同じように思考プロセスを使っていって、何かを試す、そこから学びを得る、次の作戦を決める、練習内容を決める、そしてまた振り返る、このサイクルを早くしていって学びを加速していくっていう一連のツールがあります。